さあ、ということで、今日ベイブレードをやっていこうかなって思ってるんですけど、ちょっと目の前にあるこちら、はい、メタルファイトベイブレード作者足立先生から、差し入れが届きました。えぐいてえぐいてやばい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 よやばい、これこれこれね、足立先生が直筆でこの段ボールに書いてくれた。書いてくれてんのよ、こうやって。やばいって。やばいよ、先生から。とうとう、その、ツイッターで、その、総合フォローだったりとか、書いてくれたりとか、あったけど。あったけど。え、実際になんか送ってくれたんだけど。そう。え、いや、大丈夫？これ怖いんだけど。なんかやっぱ、漫画で忙しいから、遊ぶ時間がなくて、どうしようかなっていうやつがあったらしいから、うん、そう、動画内で遊んでほしいっていうので。送ってくれて。送ってくれたらしい。で、これもう、段ボールにさ、直接これ書いてくれて、これ捨てれないし。これな、これ捨てれない。捨てれないし。捨てづらいよ。なんか、せっかくだったらこの辺に書いてほしかったけど、テープでさ、ここテープでいけないよ、これ。そうなんだよな。本人だからもういいやって言って多分書いてくれたのかもしれないけど、貴重すぎるからさ。貴重だよな。漫画家の良くないとこ出ちゃうと。自分の絵の価値を。大すぎして。先生、だいぶすごいことしてくれてます。そうなんです。やばいよ。やばい。これはもう、絶対あいつ呼ばない方がいいよな。もう、あげてこう。俺たちだけであげてった方がいいよ。あげてった方がいいと思う。いやいやいや、これはやばいね。ま、えぐいえぐい。こっちからかな？こっち大きいからさ、ちょっと。これさ、一応このここにね。うん。G1 って書いてあるのかな。で、ここに。え、あ、そっちも書いてあるんだ。G2 って書いてるから、多分1番目、2番目っていう感じで開けてた方がいいのかな。これ G は、まあ、チャンネル、ガーリーレコード。ガーリーレコードチャンネル。っていうことじゃん。G ってことかな。うん。他の荷物と多分ごっちゃになんないよ。なるほどな。まあ、これ、じゃあ1から開けていく？うん、なんとなくね。そうだ、こっちからちょっと。うん。いや、これやばいね。うん。足立先生から届いた段ボールを開ける音のカッターの音がしたんだよ。長っ。この音テレテレテテ夢を追いかけて戦い続けのシャリソーショートバージョン。おいおい、足立先生から届いた段ボールを開けるカッターの音が聞こえたんだよ。これで、おい、これで来たの、これで反応してきた。おい、なんだよ、いやいや、いいよ、お前、お呼びじゃねえよ。おい、お呼びじゃねえぞって、呼べよ。いや、お前は初期名だから関係ないだろ、メタルファイト。いや、違う、足立先生だったら絶対呼ぶだろ、お前。いや、なんで。でも、これはでも、ガーリレコチャンネルにっていうのが来てくる。そうだよ。いや、ちょっと、だってずっと待ってたぜ、俺。いつ呼ばれるのかなって。そこにいた？待機してんの？入り待ちしてたよ、ずっと今。入り待ちって。いつきっかけなのかなって。メインの音すねえから、これが来たら。カッターの音。いや、そう、なんか、回さねえなと思ったから。今日はもう開封しようと思ったからさ。え、足立先生から来たの？足立先生から来た。送られてきた。ほら。絵もうわすげえじゃん、日焼けしたオンボロですまんっていう。やばすげえ、これやばいよ、ね、うわこれはすごいわ、相当だからいいよ、俺たちだけで開ける。いやいや俺が開けるよ、普通に開ける。いや、だから、じゃあ、いや、開けるのはやらしてあげる。じゃあ、そしたら、中身俺、ちょうだい。いやいや、ダメだよ。ちょうだい、ダメだろ。うん。物にもよるけど。いや、でも見てみよう、何が入ってんのかね。すげえことだぞ、お前、これ。開けてく。まあ、さす、うん。メタルファイト、だとは思うけどね。あ、まあそうだよね。多分メタルファイトの初期名ではね、さすがに。いやいや、ね、でも初期名だもんね、メタルファイトって。違うけど。もう初期名みたいなもんだから。一緒だよ。うわー楽しみだなー。さあ。そう。さあ。何何何？お！え？ちょっと出してっちゃう？紙袋と。うん。お！うわー、これすごっ！うわ、シンクロームって。何これ？セットだ。セット。もう1個で、あ、もうカスタムでして遊べるよってやつだ。え、こんなにいっぱい入ってんのこれ。すごっ。え、パチ。パチじゃねえ。パチじゃねえ。どう見ても。どう見てもそうだろ。どう見ても本物だろ。これ大丈夫？モノ本よ。映していいやつ、これ大丈夫？足立先生がパチ送ってこねえ。どうやっても。あ、ほんと？多分だけど、これの新品相当いかついぞ。これ結構、マジで？いや、それは当然絶版だし。あ、そっか。うん、昔のね、そういうやつだもんね。足立先生が送ってくれたっていうので、もうすごい。いや、確かに一回、もう、プレミアムは。俺らの中ではね。いや、ほんとだ。ですごっ。あ、あ、うわぁ、誰か、出たぞ、うわぁ、かわいい、かわいい、リュック。懐かしい、なんかこういうのあったね。あったね、こういうのね、こう。懐かしい。私、小学生が。なんか書いてあんの？え？
レッドレッドって書いてる。レッドイットリップ。レッドイットリップ。リップ。リップってなんだろう。まあ、ぶつけるみたいなことかな。リップ。リップ。ぶつけるみたいな。アメフトすぎるだろ。さあ、ぶつけろみたいな。唇とかじゃない。ええー、すごい。まあでもぶつかろうぜみたいなことな。ああ、多分そうじゃない。で、あっ、ちょっとすごい。やばいやばい。開けていい、ちょっと開けていい、それ開けようよ。開けていい、片つの筆箱やばい、これ懐かしい。あ、ここだ、こっち。うわー懐かしい。このタイプの筆箱やべえ。しかもさ、これちょっと金持ちのやつが持ってたさ、デジタル系の、え、多分そう、ここまず横にさ、カレンダーあるじゃん。なにこれ、なにこれ、知らねえんだけど。で、それ開けて、そこ、多分あーやべえ、泣きそう。この鉛筆が刺さるやつね、これ。バトエンとかここに。ボタンで多分。あ、え？それ多分システム筆箱じゃない。え、何？俺知らないんだけど。ここ、ああ、今、動いたよ、今。いろいろ多分反応。あ、鉛筆削り。ああ、鉛筆削りとかある。出てきた。すごっ。何これ、すげえ。消しゴム入れか。あ、ここ、あ、ここが削るじゃん。あ、すげえ。マジ？おもろ。ああ、ここも開くわ。こっちも入れる。消しゴム入れたり。そう。あ、消しゴムだ。うわ、すげえ。こんななってんだ。今すごいな。いや、今って今じゃない。全然今じゃない。今じゃないけど、俺らからしたら新しい。懐かしい。俺らの子供の頃よりは。すっごい。だって鉛筆よ。鉛筆。だってこれあの、そう、シャーペンとかじゃないんだよ、ここ。これやばいね。懐かしい。やば。当時、みんな。ああ、懐かしい、これ。定規とかね。入れる。入れてて。やばー、これ、この形状。やば。懐かしすぎる、やばい。これ、ちゃんとね、あの、これメタル、あ、そうそうそう。ぶつけてもいいように、なんか、ここが、そう、柔らかくなってんだよね。なってんで、うわ、懐かしい。俺、ポケモンかドラゴンボールだったな。うわー、懐かしい。俺、なんかスーパーカーみたいなやつだった。俺、クラシックバンディックのやつだった。うわ、この鉛筆削りついてたな。あと見て、この押さえ。うわ、ビリビリ。ビリバスケビリビリの。ビリバスケ。めっちゃいいじゃん。うわ、すごい。かわいい。懐かしい。あ、ちょっと俺、棒用ついてる、これ。本当だ。カード入れる。あ、ペガシスだ。ペガシスのやつだ。すげえ。すげえ。かわいい。だって、ここにも入れる。全然使えるわ。すげえ、マジで。テンション上がったけど。筆箱やばいね。筆箱やばいわ、マジで。リュックもやばいわ。これに入れて。だってこれセットだな。教科書と、ベイ入れて。いや、ほんとだ。ここ、そっか、カタカナじゃないんだな。ベイブレイク。もうほんとね、英語のやつのベイブレイク。ちょっと初期ベイ男民を感じるというかね。いやいや。だからこれ、あれでしょ、ちょっと。ハズブロ版かな。ほんとはハズブロ。え、ちょっと。本当はそうなのかな。ええ、いいね。まあでもこれ懐かしいわ、これ。いいじゃん。しょってみたら。しょっといたら。いいよ。いいよ。これから確かにな、これ。そうだな、このやっぱ、ブルー赤っていうのがね、男っぽいんだよ。男子の。うん。伸ばしていい。あ、いや、いける。ギリギリ。ギリギリは。すげえぞ。マジですごい。それパラシュートしょって。違う、別にこれ、これじゃないから。こういう。何引っ張るとこない？バックパックじゃない。違う。これ違うから。めっちゃいいじゃん。いや、すげえ。うわー。やば、なんかすごい。これが先生の家に眠ってたんだ。いやー、いや、これは嬉しいな。もう、なんかその送ってくれて。なんか俺らの懐かしさ全部刺さり。いいね。銀河。いいね。主人公銀河のね。ほら、ギャラクシーペガサスだ。あー、銀河っつんだ、こいつ。知らなかったんかい。あー、俺、高尾しか知らないから。そうなんだ。いやー、すごいな、これ。じゃあこっちも開けて。で、袋か。これが結構なんか、なんかガチャガチャ言ってんな。紙袋って、このタイプの紙袋ね。いっぱい入ってる。いっぱい入ってる。おおお、あ、アニマギアだな。え、アニマギアだ。アニマギア、スーパーのさ、食玩コーナーとかに並んでる、めちゃくちゃ、俺らの世代で言ったら、メダロットみたいな。ああ、メダロットっぽい。あの、カスタムして自分のオリジナルのやつ作れたりするんだけど、これの、確かコロコロの漫画書いてなかったっけな、足立先生。ええ、いや、そういうこと？アニマギアの。メタルファイトじゃなく、そう。そうか、これ、だからこれもあるんだ。そうだね。わあ、すごっ。そっちも送ってくれたんだ。すげえ。嬉しい。あ、そっちもあるんだ。じゃあ、それ1個ってことないよね。これ多分ね、大体1個ね、そう、5種類ぐらい入ってて。ええ。じゃあ、それアニマギアか。アニマギアあるわ。
あ、なんか女の子。あ、かわいい。かわいいんだよ。かわいいの。まあ、メカニックデザインとかは確か別の人だったと思うけど。これこの漫画描いてる漫画は、そう、先生。じゃあそのキャラクターとかは。足立先生だったと思う。うわ、すごっ。うわ。これあれなの？これ回せんの？これ。これは回らない。回らないんだ、回らない。ま、回したいな、組み立てでカスタムして。レッツか、俺のベイタ戦わしていく。いや、無理だ。回んねえって。戦わしたいな。うわ、あ、でも結構、ベイ、あ、ベイが。あ、ベイもあるよ、いや、すごい。ギャラクシー。ギャラクシー。お、あ、ビッグバンだ。すげえ。ビッグバンベイが、太郎、これだよ。え？あの、前持ってきたろ。これが本物だよ。あの、通りで見たことあるんだと思ってる。ルージ品これ。ルージ品ってこと？これが本物なんです。あ、こっちが本物なんだ。確かになんか見たことあるんだったら、これそうだ、いたわ、オリオンね。オリオンザ・クリス。そう、全部星座の、あれだから。へぇー。ファントム・オリオン・ビーディ。で、これが普通にランチャー。あ、ランチャーだ。すげえ。もう遊べるようにすげえ。あー、配慮。紐タイプのね。配慮がすごい。これ大丈夫なんですか？アニマギア。これ大丈夫、大丈夫。それあって。めちゃくちゃ正規品。これ正規。パチなわけねえだろ。いや、ダメだろ。公式中の公式だよ。あれ、肉抜きされてないから。穴開いてねえだろ。変な。大丈夫、大丈夫。あ、ちょっと。あ、これはあれだ。ワインダータイプの。ワインダーじゃん。え、すげえ。初期米男用かな。やった、嬉しい。俺これ使う。なんか紐ランチャーは気に入らないから。あ、そうなんだよ、俺。うわ、このパッケージマジ古いわ。懐かしい。すげえ。懐かしい。バーニングアロー。ファングレオーネか。獅子座だ。ファングレオーネ。かっこいい。かっこいいわ。かっこいいな。メタルホワイト。で、ラスト。そう、パッケージかっこいいんだよね。いや、かっこいい。マジで。武骨な。だってすげえシャープだね。こんなシャープになってんだ。で、最後、武骨にもう小手入ってたもん。武骨にこれ。めっちゃすごい！エルドラゴじゃん！エルドラゴだ！ケイコのメタリック。エルドラゴも、ようやく。メカ、これ、普通に。これさ、ちょっと裏、ちょっとあれだ。え、ちょっと先生。使用感ある？遊んでたんじゃないですか、これ。先生が普通に使用して。あ、でもね、これ多分ね、普通のベージュじゃないと思う。え？あの、軽いっていうか、特殊じゃない？なんか。特殊なやつだね。まあ、ペガシス。あー、すごい！すごい。すげえ、ギミックが、あるんだ。面白いやつ。面白い。これ、え、ちょっと、なんだろう、特別な、多分普通のやつとは遊べないと思う。これはあれよね、左右、あの、変えれるやつ。この上のさ、とこ、パカって開け、開くはず。あ、そう、ほら、左回転。あ、ほんとこっちでやるか、こっちでやるかと。あ、へぇー。そうそうそう。それ、上にね、キャップしないとそれ回んないようになってる。あ、そうなんだ。すげえ。これちょっと面白そう。これなんか、このギミックのやつ。それな。これでもちゃんとあのグリップのやつだね。へぇー。あ、足立貴文って書いてる。え、先生の名前が。先生の名前入ってる。おぉ、名前入ってるやん。足立先生、自分の名前のシール貼ってる、ほら。え、ほんとだ、すげえ。これ結構、すごい。これ、リアルだよ。これほんとマジで。これでほんとに先生から来たってわかる。多分そうだよね。普通にあれじゃん、お兄ちゃんじゃん。お下がり俺ら、そのお兄ちゃんから。高文くんから。高文兄ちゃんから。兄ちゃんから。兄ちゃんからもらったやつだ、これ。すげえ。すげえ。すげえ。高文って書いてる。マジで？ええ。すごっ。それでそう、その、カラビナみたいのもついてるから、リュックとかにつけて。あ、いや、ほんとにじゃちゃんと使ってたんだね。遊べるもんな。ええー。すげえ。え、じゃあ私たちも、じゃあ俺みたいにこうやってスタジアムみたいな。やったから。やったから。いけるっていうやつだ、それは。いや、さすがだな、私先生、やっぱり。しかもグリップにもなるっていうね。便利なこと分かってるな、よく。そうなんだ。え、すごっ。すごい、すごい。ええー。そこそこ。ええー、ちゃんと。やばくない？ちょっと。メタルホワイトの新品とアニマギア。ワクワクすんだけど。アニマギア、あれだね。主人公のやつはなかったね。あ、そうなんだ。逆にシビーな、それは。あ、でもこいつそうなんかな。え、でもこいつ赤いね。トラって。トラっていうかライオン型のやつだった気がするんだけどな。あ、ええ。デミナーガス。いや、すごいじゃん。マジで。すげえ。いや、送ってくださったの、俺。すごいな、こんな。これ、まあ、その、太郎が持ってるセットとか多分やばい。いや、マジで。ええ。やばい系。
いやね、全然やりたいけどね、普通にみんな、ね、まあ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 、だからやるもちろんもちろんやりたい、ボコすから俺が初期兵で、初期兵は多分マジ粉砕すると思う嘘だ、ぶち壊しちゃうと思うマジで、うん、パワーがやっぱパワーが違うよいや本当かもうだって持った感じで重いだろめちゃ重いメタルファイトでも重いんだよ、重いです、下手したら俺が今持ってるベイ全部分ぐらいの重いそこまでじゃないよ、下手したらそれぐらい重い、すげえ、これぐらい、こんなもんで、こっちの箱はね、1話終わって2話のイラスト付きの、うわこれすごいじゃん、ここはもう取っときたよな、確かにこれだから絶対切り取って、うん、剥がしたよこれね、確かにこれテープ嫌だなこれ、先生ここに書いてよここに上から開けれるんじゃないかな、多分上の上から開けるテープ紐き、そうテープをカッターでいっちゃえば、うん、わこれすごいな、つかもうめっちゃスタジアムのデカさしてんだよなこれ、これ多分それくらいの、ね、あ本当だ、あれだよね、スタジアムのサイズ、本当だね、確かにスタジアムこんな、そうかこんなでかかったか、スタジアムって大きいんじゃないかな、そっか俺が持ってるのも全然違わない、何個か多分スタジアムも種類あったりとか、俺昔はこれ袋に入ってたんだよ、あのビニールな、なああったよな、あったなんかで、あのかけられてる、かけられてんだよね、軽いから攻撃型だからね、これ、ね、一応青とね緑がありますから、そう攻撃型、うわうわデカ箱、え、デカくね、まずさすが、おっおスタ、あーなんだ、うわえスタジアムじゃない、ベイタだ、えアルティメットベイタじゃん、うわええでっけえ、なにこれ、なにこれ、ええアルティメットベイタスタジアム、アルティメットベイタスタジアムってなんだ、これじゃない、これこれあのベイタが家でシミュレーションできる、いやそうこれ虫キングみたいな、あったじゃんイオンの、そんな筐体であったっけ、まあ俺その遊んでる世代の時じゃないけど、うん、こんなんあるんだって見たことあるよ、マジで、これ多分何これ、そのオートで真ん中で、うん、そのネメシス、うん、プロトタイプネメシスってやつが回ってるやつで、うん、でそのそいつに、うん、あの勝つっていう、一人一人で遊べるんだよ、最強のネメシスを倒す、確かにネオジムのなんとかって見る限りは超強いだから、ネオジム相当強い力で弾いたりとかしないと、面白っ、ベイだから一人っ子とか、その一人で特訓できる、できるセット、うん、あが家庭でできるようなんだ、そんなのあんだ、俺知らないよ、すごい、それすげえ新品、これ結構すごい、あでも一応この二人でやったりとか、うん、あできる、協力プレイとか、あそれいいじゃん、さ先に対戦とかするとか、すげえ、ユニット、何これ、遊び方めっちゃ面白そうなんだけど、これめっちゃ面白そうだよ、マジで。新品よね、それ多分。これ多分未開封。うん、だって、結構、まあ、それそうだよね。だからさっきそう、日焼けがどうだって書いてあったけど、やっぱちゃんと、多分保管されてたから、あの日。ベイタも。日焼けされてるもん。こいつも多分やばいよ。おもちゃ屋の古い、すみません、アダチアとかの。いや、そのアダチアって、俺アダチアでめっちゃ見たよ、こういうの。多分やっぱ日が当たっちゃうから、やっぱ。この角が白い感じが、ね、マジだよ。いや、多分マジだわ。これ多分開いてないわ。これ多分マジで。すげえ。これやばくない？これめっちゃおもろいよ。やってみたい、これ。すごいわ。確かに。うわ、やろうぜ、これ。ベイタだ。うわ、これすごいじゃん。やりたい、やりたい。うん。まあこれが全部か、これで全部かな、すげえ、まあ、足立先生これやばいわ、ちょっとぶってか世代ぶっ刺さるじゃない、やばくない、刺さるわこれ、すごいね、一気に少年のあの時戻った、これめっちゃテンション上がるわ、いやこれやばいわこれめっちゃいいわ、これめっちゃテンション上がった、マジでこれとかももちろんすごいけど、やっぱ、うん、個人的にはこれが、いや、わかる。わかる。このタイプの筆箱はやっぱ、みんな持ってた、見てなかった、もうしばらく見てなかったわ、この形。頑丈なんだよね。頑丈。男の子はやっぱさ、頑丈。雑に扱うから、ランドセルに。そう。だから授業中とか落ちるとすっげえ落とすんだよね。だから、ガチャーガチャーみたいな。ああ、みたいな。硬いからね。すぎ。懐かしい。うわ、やば。小6まで持つから、6年持つから。いや、そう、持ちますね。強度的に。強度がな。強度がやばい。大人使ったらもっと持つよ。だから、ちゃんとすごい。うわー、やばい、マジで。いやー、すごいね、これ。スーパーセットだね、足立先生から届いた。足立先生、本当に。うわ、もうじゃあ、これちょっとやろうよ、やってこうよ。ちょっと、でも、
すげえ、開封だけで久々だから20分ぐらい経ってる、うん、やってますね、結構。あ、20分も経ってますね。開けてて、それしかもセットとかちょっとしないとあれだ、ね。なるほどね。オッケー。じゃあ前半はここまで。オッケー。じゃあ、こっから、こっから俺が仕切るぜ。ミワ構成。さあ、みんな見てくれてありがとう。今日は前半ここまでだ。そしたら次回はな、この、アルティメットメイターで遊んでっからみんな見てくれな。次回、アルティメットメイター、倒せ、ネメシス、高い、ベイに貫かれる。貫かれる。ゴーシュー。